こんにちは。ちょっとショールームがログアウトされてて遅れました。でも私そんなにショールーム長い期間やってなかったかな。ログアウトするほどやってなかったっけって感じなんだけど。料理選抜ぶりのショールーム。ねえ、でも久しぶりだけど、なんかログアウト したことなかった。こんばんは。そう、髪色結構もう全然美容院行ってなくて、昨日美容院にさすがに行かなきゃと思って行ってきて、もう冬なのでブルーブラックみたいな色にしました。でもね、なんか私さ、あのもうなんていうの、オレンジっぽいピンクっぽい髪色の自分に慣れすぎて、なんか黒なんか久しぶりだけどすごい違和感で、なんか黒私あんま似合わないかもって思ったんだけど、どうですか。なんかめちゃくちゃ違和感だった今日一日。自分だから気になるのかも。自分のことだとさ気になっちゃうじゃん。そう、めちゃめちゃ違和感しかない今。ね、まあでも黒髪っていうかブルーブラックみたいな色もう慣れてくると思うんですけど、日が経てば。ね、ちょっとこの色に合うメイクを探してみます。そうですね、公演もありましたよ今日。2回公演だった。なんか2回公演最近多いですよね。彼女最高でした、ありがとうございます。今日は歌詞間違えませんでした。なんかね、結構2回公演だと2回目でなんかね2番をたまに間違えるんですよ私。でも今回は大丈夫でした。なんだろう、なんかあのユニットがなんだっけ、マリアなんですよその前が。でマリアを聴いてる時に自分の歌詞、自分の歌う歌詞を頭の中でぐる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 って多分考えてるから、そう間違えちゃうのかなと思って、今日はもう何も考えずに出たんですよ。そう、歌詞とかを復習するのはやめて、そう出た。そしたら間違えなかった。やっぱさ、なんか別の曲聴きながら別の曲の歌詞を考えるって頭混乱するんだなと思って、そうもう無心の勝利、本当にもう今度からそれ、本当にそれを中心にしようって思った。そうダメですね、意外とあんまり考えない方がうまくいく。
ねえ、そう、差し入れも焼き鳥だったんですよ。湯浅さんが焼き鳥をね、差し入れしてくださって、焼き鳥と夜公演終わった後はサーティンワンを差し入れしてくださいました。優しいですね、本当にありがとうございます。みんなね、焼き鳥大好きで、そう、もう焼き鳥ってなってました。特に小田えりが焼き鳥に反応してました。12月に初めてサイン会参加しますね、よろしくお願いします。ありがとう、待ってます。12月は冬だそうそう、お便りが昼公演でツイッターで湯浅さんがみたいなこと言ってて、そう、私はレバーとネギマとヒナ食べました。あ、ケルビンさん、に人間を超えたタワー、何これ、タワーありがとうございますなんか個性的なタワー、何これ、人間を超えた、下なんて書いてあるの、人間を超えた、なんて書いてあるの、なんとかさ、ありがとうございます。あ、人間じゃないわ、人知を超えた尊さ、うん、どういうことどういうこと、難しい、何が尊い、あんま使わない言葉、ツイッターのツイートにつられメールを今日から取りましたありがとうございます、嬉しい。あ、人知を超えたすげえ人ってこと、すごい、すげえ人嬉しい、メールを取ってくださった方がいました。そう、私はたまにお母さんとか、まあ、実家に帰ってる時とかが主なんですけど、まあ、今日何が食べたいとかって、まあ、言葉にせずメールでたまに言うことがあってそうなの、そう、お母さんもメール取ってるから、私の取ってくれてるから、メール送ってないとメールはって来ますね、連絡が。そう、ピザも頼んでもらったことある、このショールームでね、メールじゃないそれ、そう、ショールームでも同じようなことしてました。それはでも実家とかじゃなくて全然遠い場所、そう、なんかね、メールについての MC だったんですけど今日、でもね、メールの内容でここが私は違うよみたいなのって結構みんなやっぱり、なんだろう、特別なことを多分してないから、私もしてないし、あの日常を書いてるだけだから、ちょっとね、そう、今日の MC が難しくて、チーム B の時もそのお題があってちょっと難しかったんですけど、だからそう、でも今回はだから結構みんな個性的なメール紹介してましたよね。なんか行典は結構脱字が多いので、脳トレしたい方はみたいな感じのでそう、個性出しました今回。
さばみんな同じような喋りになっちゃうんで、そう、99% のメールで誤字脱字してるね。そんなに経典は脱字多いんですか。高確率すぎるね。もうそれはほぼだよね。なぎちゃんは脱字ないね。そうですね、たまにしかない。一回書いたことをもう一回読み直してるから多分脱字がないんですよ。そう、なんかメンバーの名前とか書くときもちゃんと間違ってないかめちゃくちゃ調べてからそう書いてるからかも。そう、メールはね、でもツイッターは結構私は脱字多いかも。脱字とかたまに名前間違えちゃったりするさすが A 型、確か A 型っぽい。大体自分で読み直しても間違いに全く気づかない。まあね、そう、なんか予定も言ってたけど読んでて脳でもう変換されちゃってるから間違いに気づかないっていう時も確かにあるかもなって思った。まあでも行典のその誤字脱字の頻度がめちゃくちゃ気になりますね、はい、ちょっと興味をそそられますどんだけ間違ってんだろうみたいな。なんかもう写真より文字に注目しちゃうようになりそうそう、ポンポコさん、ポンポコさんはでもみんな平和でね、みんな優しいです。なぎちゃんってメンバーのメール取ってるんですか。取ってないです。でもね、取ってるメンバーもいますよね。うん、聞いたことある。私は取ってないな。あ、お代理のメールでなぎちゃんの写真来たね。お代理はなんか今日7つ8人公演だから7人と写真撮って7つ送りますって言ってました。お、私の今ターンですね。やった。サンキューサンキューテンキューさん、大好きくまちゃんタワーありがとうございます。テンキューさんありがとうございます。大好きくま、うん、なぎちゃんのメールをお試しで登録しましたありがとうございます。なんかこうやってリアルタイムで教えてくれると気が引き締まりますはい、なんかメールいつもそうなんですけど、なんかメール書いた後に、あ、そういえばああいう出来事あったみたいな、そう、あれ書けばよかったってね、すごいそういう時がいっぱいあるんですよ。そう、なんか些細な出来事ってすぐ忘れちゃうから、なんかその出来事が起きた瞬間にメール書かなきゃダメなんだなって最近すごい思いますそう、こんなに面白いことあったのにみたいな、すごいそういう時あるんですよね。でも次の日になったら覚えてないの、その些細なことすぎてそうなの。ね、確かメモしたらいいのかな。ちょっと
と習慣づけなきゃね、それを。ね、今日は何時に寝るの？何時に寝るんでしょうね。もう最近本当に2時とかに寝ちゃうんですよ。そう。2時だけど早く寝たい。12時までに寝たいけど半身浴もしたいのでいや本当にね、最近不健康すぎて私が、うん、ダメだなって思います。こんな100歳まで生きたいとか言ってるのにこんな不健康で、若いうちから不健康だとやっぱ後々に来るみたいなこと言うから気をつけなきゃなって思うんですけど、健康な生活ができないですうん、今日は、うん、目標12時、12時に寝ます。ストレスないと長生きする。そうだよね、ストレスは。でもなんか私自分でストレス感じてるとか感じてないとか多分ねあんま分かんない人なんですよ。そう、後からあもしかしてこういうのストレスだったかもみたいな。なんか最近まで結構ジンマシンがよく出てて、なんか それも多分でもなんかのストレスだったのかなって思う。最近はそのジンマシンが出なくなったんで、うん、円形脱毛症、それは大変。大事にしてください。俺ラー油食べすぎるとジンマシン出るよ。あー、そうなの？ラー油アレルギーですか？ラー油アレルギーって聞いたことない。すごい。そうなの？すごい、なんか推し活応援、推し活応援みたいなこうイベントやってるの今すごい、うん、ブラックラーメンって北海道にもあるの？あ、そう、ひなこが今日 MC で言ってたんですよ。ラーメンのラーメンフェスタ行って、なんかブラックラーメン、北海道のブラックラーメン食べたって。で私もラーメンをついこの間食べてて、それもなんかブラックなんちゃらみたいな感じの黒いっていうなんかねラーメンを食べたんですよ。だからね、あ、私も食べたって反応したんだけど、なんかひなこが食べたのは札幌のそのブラックラーメンで、私が食べたのと違いました。なんか写真見せたけど違った。私が食べたのも本当に美味しかったです。そう、いつかツイートしようと思って写真撮ってある。めっちゃ美味しい。味は濃いですね。全然辛くない。醤油ベースの、醤油ベースで、その豚骨と魚介のなんかスープだったんだけど、
すごい美味しい、美味しかった。でも私は主に醤油ラーメンが好きなので、なんか醤油ラーメンをたくさん食べたいです。旭川はね、多分醤油なんですよ。なんかそう、絶対にそういう決まりとかじゃないんだけど、なんとなく旭川醤油で札幌味噌だよねみたいな流れはちょっとある。そう、うん、醤油大好きですね。ラーメンならいろいろ知ってるよ。食べたい、教えてほしい。お、ねっちゃん、ねっちゃんさん大好き、大好きくまタワー、ありがとうございます。ねっちゃんさんありがとうございます。そう、大好き、大好きって書いてある。うん、油そばね、まあ、東京は油そばですよね。私もでも初めて油そばを食べたの、人生で1回しか油そば食べたことないんだけど、なんかその1回食べた時に私具合悪くなっちゃったの。油そば、なんだろう、油が多かったのか、そう、初めて食べた時に具合悪くなっちゃって、なんかそれ以来ちょっとね、油そばを食べるのがちょっと怖くて。いや絶対美味しかったんですけど、なんか気持ち悪くなったの。多分お腹空きすぎてたのか何なのか。そうなんですよね。そう、まあだから、うん、次は具合悪くならないと思いますけど。そう、お腹空きすぎてさ、急に食べると具合悪くなるって結構あるあるなの、私は多分。そう、こってり、こってり系だったからね。そう、まあだからまた食べる機会があれば食べてみようかなって感じです。もうケンケンさん大好きくまタワーありがとうございます。大好きがいっぱいになっていく、ありがとうございますケンケンさん。胃が驚いて。そう、なぎちゃんお寿司とか結構食べれる、食べれるけど、でもね、なんか意外と食べれなかった。この間食べたら 10皿ぐらいしか、なんか本当に。あ、でもうどんとか食べたんですよ、だからかも。でもそんなにね食べれなくなったかも。でもやっぱお寿司は美味しいですね。
ね、トリトン北海道限定の回転寿司のお店とかあるんですよね。え、本当にもうね、回転寿司なのって感じの、はい、美味しさです。ちょっと水分補給をします見てこれ、お母さん激推しで、私もよくおすすめされるんですよ、これ美味しいよって。で、美味しくて今飲んでます。そう、酸っぱい。酸っぱいけど、なんか体に良さそう。あの、肌、私肌荒れ結構しやすいんだけど、これだったらあんまりなんか肌荒れしなそう、むしろ良さそうって思って飲んでます。なんかね、多分ゆいゆいとかも飲んでたかな、美味しい普通に。低カロリーですよ、しかも。キレートレモン好きな人は絶対好き。さっき飲んだ？え？同じですね。僕が愛したすべての君へを見ようと思ったら上演が一つしかなかった。あ、そう、私もそれ今見たい映画の一つなんですけど、だから2種類映画があって、それそう見たいんだけど、なんかだんだんね、上映する場所が、上映する回数が全然なくて、2つあるのに1種類しかやってないとこもあったりとかして、とか1日でなんかちょっと一気に見るって、まあ1日中休みじゃないとダメだなと思ってね。私は2日かけてその2作品を見る予定でいますね、今のところそう、ちょっとね、10日で終わっちゃうんですよ、確かそれ。だから10日までに、そう、1日中空いてるっていうのはなんかね、今回なくて、2日かけて見に行きますとりあえず、うん、1個目、1個目どっちだったかな、どっちの感情になる、あれだったかな、忘れちゃった。なぎちゃんの映画は12月だっけ。そうですね、雪国物語っていう、あの北海道をテーマにしたあの短編映画なのかな、それは12月に公開されるので、そうそうののかちゃんね、ののかちゃんも一緒でした、可愛かった。そう、見れる方はぜひ見てください。そう、あのね、放送期間って公開期間があのかなり短いので、あの見られるかな、みんな見てくださいぜひ。あ、可愛いやつ来た、もうちょっと、可愛い、可愛いの起きましたよ。メロンメロンさん、わあ、タワー2個分のやつですね、これ。くまちゃんの、生クリームタワー、ありがとうございます。可愛い写真多分みんな撮れたと思います、メロンさんのおかげで。ありがとうございます。可愛い、可愛かった今の。なんか出てきた。ね、なんか猿だった。猿がね。飛んでた。
海道のカッキーさん、大好きクマタワーありがとうございます。クマ大好き、クマありがとうございます。カッキーさん、そういえば今日はね、今日公園で、今さ公園でさ、あの久しぶりのリップグロスをさ最後に披露してるじゃないですか。今日ね2公演目でね、めっちゃ振りが飛んじゃって、その久しぶりのリップグロスで落ちサビで、あの前半良かったんですよ。前半良くて、その踊ってる時に落ちサビ後半の振りをやっちゃったんですよ。で、あのまあすまし顔で乗り切れるかなと思ったら、結構あの振り飛ばした時間が長くてあのそう振りに入れなくて、あのやばってなった。でも DMM はあのちゃんと私が思い出したところから、振り思い出してるところから映ってました。だからね、DMM ではバレてないんですけど、本当に今日それやっちゃったと思って、そう気まずすぎた。だってさ、あの落ちサビでさあんなにいい歌詞歌ってるのに全然踊れないやんみたいな、なんかすごく申し訳なかった、はいっていう、そうなんかさ、間違ったら私誰かに言わないとすごいムズムズしちゃうんですよ。だから今ショールームで言った。ムズムズが取れたわ今だから。そう、あのね、公演が終わって家帰ってくると、あそこ間違えたとかってね、結構自分の中で反省会が始まるんですけど。失敗を人に共有したくなるの分かるね、分かるね。そう、私だから結構人に言うんですよ、間違えたらすぐだからね、そういう印象がついてるのもちょっとまあ嫌なんだけど、まあまあ、まあドヤ顔でいけない時もあるってことですね。VR で確認する、いや確認しなくていいよ、確認しなくていいから。ガンナ意外と間違えてる時間少ないかもしれない。そう、実際に自分が踊っててその時間間違えてる時間が長く感じて、結構間違えたって言ってる可能性もある、わかんないね、そう実際は一瞬かもしれない。私はクレナさんのオタなんで多分気づかないと思います。え、どういうことクレニャン懐かしい、クレニャンめっちゃ可愛いよね、本当にスタイルが良かったな。スタイル良くて、あのショートの髪っていう、ショートボブっていう組み合わせが、なんか肌白いし目大きいしみたいな。クレニャンには合ってないですね。私は本当になんかもう卒業生 OG っていうんですか、 OG とほぼ合ってないです。なんか劇場公演とか見に来てくれてて会ったとかは結構あるんですけど、でもうん、
本当にプライベートではそれこそランディしか会ってないです。ランディだけだよ本当に。そうだから今度12月になったらランディとディズニー行きたいんですけど、そうでも12月ってね多分お互いあんまり時間が合わなそう、忙しそう。そのクリスマス時期のあのディズニー行ってみたいんですよ。行ってみたいというかもう行ったことあるけど、いや行きたいんですよ。そうそうなの。ねえ、あかりんもなんかアナウンサーになっててなんかすごいなと思いましたねえ。もうアナウンサーそう仙台で、だから仙台でイベントとかあってさ、仙台でテレビつけたらあかりんが見れる日が来るのかなって思うとちょっと楽しみです。あかりんってこんな声が出るんだって思ったよ。すごい。でもやっぱ発声の仕方とかね絶対練習が必要だよね。すごい。ねえ、なんか卒業するタイミングとかってねみんなそれぞれ違うから、なんか私がもし卒業したらどれだけのファンの方が推し続けてくれるんだろうっていうのはすごい気になります。どのぐらい残ってくれるんだろうみたいな。やっぱ AKB だから好きだったっていう人もいるじゃないですか。 AKB での推し面だったから卒業してからは全くみたいなの方も多分結構いらっしゃると思うんですよ。すごい。私もし卒業したらどんぐらいの方が残ってくれるのかなっていうのはすごい気になります。一般人にならない限りは押すかと。ありがとうございます。よかった。なぎちゃんは押し続けるけど AKB からは離れると思う。まあ、そういうパターンもありますよね。でももし私が卒業しても私のことを押し続けてください。お願いします。マイナスなこと書いてごめんなさい。なんだっけ。なんだっけ。ね、そう乃木坂のそう斉藤飛鳥さん卒業するね。びっくりした。夜中に知った。みたいな。でも11年。いらっしゃったんですね。すごい。結構長い間すごいなと思いました。
ゆうたアットマーク茨城のなぎなぎ中さん、お、かわいい大好きくまタワーありがとうございます。ゆうたさんありがとうございます。大好きくまタワーございます。うんびさんに会いにいつ行ったの。おお、そう、私うんびさんって、あの元アイズワンのリーダーをしてたうんびさんっているんですけど、海さん、海ちゃん、海さん、元アイズワンの方なんですけど、私アイズワンでその方をおさせていただいてて、そうすごい好きで、そしたら下方にナギって、そう、海さん好きだよねみたいに聞かれて、そう下方がね誘ってくれたんですよ。でちょうどねお話し会その日お話し会で、だからすっごいねそこに行ったのギリギリだった、ギリギリだったけど間に合いました。うん、そう誘ってくれて、はい。でもね絶対あの私は面識はないので、私が一方的に好きなだけなので、あのなんかあ誰この人って多分なったと思うんですけど、本当にあのめっちゃ綺麗、なんかこの世の人とは思えないくらいの美貌で、なんかでもダンスも歌も本当にもう美しい、上手、上手っていうかもう美しかったです。はい、そうでハイタッチしてくださって、あのなんかすごいよね、ハイタッチしてくれるって幸せだなって思いました。はい、可愛くて綺麗でした。あ、そうだね、ラブリーズさんと事務所ウリも一緒ですね。ラブリーズさんも私好きなんですけど、ペンライトも持ってる。ね、本当に綺麗でした。なんかそう、私のことはあの絶対知らないのに本当に優しくしてくださってね。なぎちゃんもファン側するんだねって。いや全然、私だって推しとかはいますよ。推しっていうか推しだね。うん、全然ね、ファン、橋本環奈さんも好きだし、はい。そうですね、橋本環奈さんは写真集持ってるぐらい好きだし。はい、もうすごい好きです。そうで、橋本環奈さんはあの紅白の司会やるじゃないですか、今年の。だからなんかもう、いや AKB として紅白に出たいっていう夢もあるんですよ、もちろんね、もちろんそれは大前提として、まあ橋本環奈さん見たいっていう気持ちもありますよ。まあ一番は AKB で紅白出たいっていう気持ちですけど、大前提それね。でもいや、やっぱりはい、そっちの感情もあるよねみたいな。はい、わかりみ、わかるでしょ。そうねえ、AKB で紅白出たいですね。出れるといいな。
そう、橋本環奈さんを生で見たことあるのは舞台ですね。そう、千と千尋の舞台で初めて生で見ました。でもね、やっぱ遠かったから、そう、見たと言えるのかっていう感じです。いやでも目撃しました。ねえ、でも千と千尋のチケット取れなかった。そう、みんな取れ、私もね取れると思ってなかったけど、もう本当に奇跡だと思う。ネットで見てあるってなってすぐ取ったもん。うん、まさかね、自力で取れました。素晴らしい。下尾がウンビオンニにナギちゃんのことなんて紹介したのか気になる。いやもうシンプルにこの子は私と同じ AKB のメンバーで、ウンビオンニのファンなんですって。もうファンとして紹介してくれました。はい。そう、すごかった。韓国語で喋り合ってて、あ、さすがだなと思いました。でもね、もうそれに関してはもう私職権乱用だと思いました。そう、推しを見に行くっていう。ジブリパーク行きたい。わかる。ジブリパーク私もね すごい気になってるんですよ。下尾もジブリパーク行きたいって言ってて、でも名古屋とかにあるんだかな、あれ東京じゃないんですよね。うん、そうか、名古屋とちょなんか遠いなと思って。うん、さすがに、うん、行きたいんですけどね、すっごい気になるんだけど、うん、あ、予約必要か。まあちょっと1年ぐらい待ちたいかな。1年後に行こうかな、ジブリパークは。ちょっとね、最近できたばっかりだから人が絶対多いから、ちょっと今は我慢します。落ち着いた頃を狙っていきます。そうなんだ、まだ完成してないんですね。ジブリパーク1日じゃ回りきれないらしい。そんなに？誰かいないんですか、この中でジブリパーク行った人。一人ぐらいいそうだけど、いないか。新しすぎていないよね。グッズ列がすごいみたい。あー、まあグッズすごいよね。どうする、次さ、もしオンラインお話し会でさ、あー今ジブリパークだよとか言ってるファンの人いたら。めっちゃ面白いんだけど。えーってなるよね。
申し込んだの。すごい、いる、絶対いる、本当に。じゃあちょっと期待してみようかな、そういう人がいることを、うん、もしいらっしゃったらもうツイートするわ、あ、いたってショールームで言ってた、これ、このこういうファンの方いたわみたいな。ね、いたらすごいよ。でもね、アトラクションはないからね、写真を撮れるスポットが結構あるよね。ディズニーからお話し会参加してる人、あ、でもたまにいらっしゃいます。今ディズニーにいるのって、すごい羨ましいですよ、いいなって。サツキとメイの家みたい。え、すごい、そんなのもすごい。あ、マジレスすると人が多すぎて映り込んじゃうから、ジブリパークでお話し会は難しいかも。あ、そうなんだ。 そっか、まあ、こんなに激混みなんですね。うーん、確かに静かなところ見つけんの大変っちゃ大変か。うん、耳をすませばのところ行ってみたい。そんなのもあんの。でも耳をすませばはあの映画やってるよね、今実写版の。いや、それも見たいんですよ。見たい映画多いな。そう、耳を澄ませばも見たいし、あとは、まあ、さっき言ったアニメの2つのアニメ見たいし、でこれで3作品でしょ。あと体探しも見たいし、それがいる森っていうね、嵐の相葉さんが主演のなんかホラーなのかな、ホラー映画なんですけど、それも見たいし、あとなんだっけ、もう一個ね、あったな。あ、でもそう、貞子も見たいの。貞子にだからランリー誘ってみようかなって思ってて、そう、ランリー一緒に見てくれるかなって感じなんですけど今。それも見たいし、あとあの登場人物がめっちゃ狂ってるみたいな、なんだっけあれ、あのね、名前出てこない、本当にとにかくいっぱいあるの。あ、スズメの戸締まりも見たいし見たいのありすぎて、なんかでもワンチャン U-NEXT に降りてくるのを待つっていうのもあるんですけど、いやでも見たいな。でもそのアニメの2つと、あともう体探しは絶対見ます、見る。それを目標にして今生きてます。うん、邦画最近なんか洋画少なくないですか、洋画作品が。うん、そう、急に休みができても映画ならすぐ行けるから、うん。事故物件、怖い間取り、あ、それ私見たことあります、見たことありますよ、もちろん。
スラムダンク、あ、なんか今日仰天がスラムダンクの映画見たいって言ってましたね。スラムダンク私詳しくないんですよね、わからない。浜ちゃんもめっちゃ言ってるよ。じゃあ浜と仰天で見に行けるね。そっか、バスケだもんね、レイクス。なんか浜は本当にね、バスケ好きだし。仰ちゃんまだ配信してるね。あ、そうなの、今配信してるの。同じ時間じゃないか。ねえ、もう10時半、本当に早い。時間が早い。でもバスケのレバンガっていうね、北海道のバスケチーム、そう、レバンガさんと一回渚の未来ドライブ TV で共演させていただいたことあります。でもね、身長差が本当にすごくて、バスケ選手って身長本当に高いんだなって思いました。もうね、2メーター近かった気がする。すごいって思った。なんか世界、あれ世界違うみたいな、住んでる世界一緒ですか本当にみたいな。そう、そう、レバンガ北海道はもうレバンガ北海道ですね、バスケは。そういえば私ショールームでさ、旭川イベントの話したっけ？してない？してないか、なんかしてない。そっか。ね、そう、その話もね、まあしたかったんだけど、そうしてないか、なんかした気分でいたわ。そうね、なるが、ナルタオチャンネルのなるのサブちゃんのチャンネルで旭山動物園に行った動画を上げてましたね。私とね、あやねちゃんはちょっとその時アニメイトさんのところでね、お仕事をしてました。だからね、あやねちゃんと私は映ってないんですけど、そう、見てみてください。もうメンバーのわちゃわちゃが見れて幸せですよ。でもね、私見てて、あそこ行ってほしかったのにって気になったのがちょっとあって、ペンギンのペンギン館みたいな、ペンギンが空を飛んでるように見える展示の仕方をしてる場所があるんですよ。トンネルになってて、ガラスのトンネルなんですよ、それが。で、そのガラスのところをペンギンが泳いでるから、すごい空を飛んでるように見えるっていう仕掛けなんだけど、私そこがすごい好きなんだけど、そこに行ってないらしくて、時間がねあんまなかったっぽくて、それにすごい行ってほしかったの。もうそれが見どころみたいなとこあるじゃん。それとあのアザラシのところ、アザラシのところはでも多分行ってたからあれなんだけど、もうね、そこを絶対行ってほしかったから、ちょっとね、あ、行ってないのかって思いました。そう、見てて思った。本当にそうなんですよ、そこも行ってって思いました。またね、行く機会があれば。いや、普通に感動する。なんかペンギンがなんか空飛べるって思う、なんかそれを見てたら。そう、すごいよね、あの展示の仕方。なんかレッサーパンダもね、吊り橋渡ってて珍しい。
私が見に行った時吊り橋歩いてなかったいいなって思いました。だからそう、でも旭山動物園はねつい最近22周年記念かなんかで、そうそうなんですよ、めでたい。確かそこら辺の記念日の日に私旭山行ってきたんですよ。そうだから今度写真あげようかなと思います。ツイッターかインスタかどっちか、もしくは両方。可愛い写真いっぱい撮れたんでね。あとそうだね、旭川イベントのことも喋ろうと思ったんですけど、またの機会にします。でなんか旭川イベントを終えてなんかアンケートみたいのがあって、その旭川市から出してるアンケート、なんかその今後のさ多分イベントとかを考える素材にするっぽくて、そうだから皆さんもしそこにねアンケート、そのアンケートをなんか多分私ねツイートしてるんだよ、そのアンケートが私のツイッターとかからいけるかなと思うんですけど、ぜひあのアンケートみんな書いてくださるとまたチーム8が北海道でイベントできるかもしれないので、ぜひ皆さんアンケート書いてください、よろしくお願いします。また8でイベントがしたいです、近々北海道で、よろしくお願いします。皆さん書いてくださいお願いします。あとなんか旭川のそのイベントで食べに行ったご飯屋さんとかもね書いたらいいかなと思います。海外から来たとアンケートしたよ、ありがとうありがとうね。じゃあそろそろ終わりにしたいと思います。じゃあ4322人の皆さんありがとうございました。久しぶりのショールームね、またショールーム、まあ、今月はね多めにショールームしたいなと思ってるので、まあまあ時間があれば見に来てください。じゃあ私はお風呂に今から入って12時までに寝ます。はい、じゃあおやすみなさーい、ありがとうございました、バイバーイ。あ、ランキング読んでない、やばいやばい、ランキング読んでない。じゃランキング読みますね。13位はハーミさん、ありがとうございます。12位クリスティアーノ台湾さん、ありがとうございます。11位カイホッケーマンさん、ありがとうございます。10位サンチャンさん、ありがとうございます。9位トカチンさん、ありがとうございます。8位ペギさん、ありがとうございます。7位サンキューサンキューテンキューさん、ありがとうございます。6位北海道のカッキーさん、ありがとうございます。5位ユータットマーク茨城のなぎなぎちゅうさん、ありがとうございます。あ、待って、あ、ちょっと後でいいわ。5位ユータットマーク茨城のなぎなぎちゅうさん、ありがとうございます。4位ケルビンさん、ありがとうございます。3位ねっちゃんさん、ありがとうございます。2位ケンケンアットマークいつもありがとうさん、ありがとうございます。そして1位はメロメロンさん、ありがとうございます。今ね、あの衝撃の訂正来ました。私さっきさ旭山動物園22周年とか言ったんですけど、50周年です、すいません、間違えました。なんで22周年と言ったんでしょうか、そんなに最近ではありません歴史があります、ちゃんと。あ、ごめんなさい、50周年でしたはい、じゃあ終わりにしたいと思います。はい、またね、ありがとうございました